去年の決勝忘れてないぜ、あの日から狙い外してないぜ、その目と目を見てトーク、今日は俺が通る、あの日になかった覚悟、でも今日はバッチリとあるよ。ゲンドンさんは服を積み上げた、俺は1年ラップのキャリアを積み上げた。確かに積み上げたキャリア、けれど俺はライカガリバーみたいに放っていくぜ、松山市でデペゼンマイクロ古着屋さん、いや違うな JOIC、 いつまりもラップしながらマイク持ってるし、16年間ヒップホップ好きでステージに立ってた。えいよ、延長戦だからといって手は抜かねえ、これもちゃんとしないでいこうぜ、きっかけいいだけプローだけとか言うやつらバッターだけど、俺たちならばマッパー、予想の所詮はエッセンス、語っていくのはその経験数、そういうことだろう、これでプローやってたお前の集団が生まれてるってか、そういうところももちろんついてこいよ、だけど俺ならばその集団上の言葉でお前の口さして、そういう風にラップやってこそ本当にまた勝負だぜ、バーラッ、yeah. あなたに1回戦のさっきの時に過去が何か言われたから、俺はちょっと過去を話すぜ、ライブハウスで実は5年アイドルをやってた、その中で今からラップをやっているラッパーと名乗ってる、アイドルという経歴を言えば、足かせのように見えるかもしれないけれども、俺はちゃんとこの場所でかます、だからやっていく、緊張の武者震いが震えている、だけどもやっていく、さっきアンチェインドックスも言ってたけど、祭りです、みんな騒ごうぜ、祭りだ、松山 UMB 持ってこい持ってこい、オリバが歌えば火が出るぞ、その日で一服やってくれ、ベトルに来てるぜ UMB、 UMB ビート上が遊園地、遊ぶ場所だぜ、もっと楽しく音楽やろう、忘れない仲間とルーツ、レゲエなら聴いてるユースオブルーツ、勝手にきっと決めていくぞ、オリバさんの目の前俺がいるぞ、俺が太陽でお前が月、俺の光に当てられて光っていると勘違いしちゃってる、バイブスも足りないみたい、俺みたいな感じでやってみて、フローなら何でもあり、俺は何がわからないけど、ちょっと詰まったが次はよろしくな、何でもあり、お前刺す蜂、泣き面に蜂、モハメドアリみたいなパンチでお前をぶち殺す、あのショーやぜ、オーライ、調子はどう、いい感じ、トドワックスが負けたなら俺しかねえな、お前を倒して次も倒すぜ、